はい、リップラップの岩崎です。今日も仕事をしておりますということで、今日の仕事内容じゃん、見てもらいましょう。はい、りえちゃん、今日の仕事内容はガイド巻きですね。この竿は、デプスのなんだろうこれ、なんだ、ヒュージカスタム、H3S81RF っていうスパイラルガイドになってるんですね、こっちから左でね。でスパイラルガイドでダブルラッピングっていうのをしてあります。1回目この前巻いてもらって、これそうだね、1回目、この前巻いてもらってコーティングが済んでます。その上から、スレッドを今から巻いてもらって、ラッピングすると。だからダブルラッピングだと、そんな感じです。だいたい強い竿、まあソルトのジギンクだったり、これだって強い竿なんで、そういう時にこれをやります。なぜだかリエちゃん、わかりますか？わかりません。はい。釣竿はカーボンでできてます。当然しなるし曲がるしっていうので、このガイドは金属でできております。違う素材になってて、この金属の、ガイドの足が、釣り竿が曲がることによって、どん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 ここが、ダブルラッピングしてないと直接この角が当たっちゃうのよね。で入っていって、竿を傷めるっていうのを保護しようというのがダブルラッピングの考え方です。わ、はい、かりましたか？はい、わかりました。はい。釣りしないしわからへんね。という感じで、では、ダブルラッピング、おっとっと、ダブルラッピング、始めましょう。シルバーは残ってたと思うんで、そのガイド位置決まったんで、あとは黒を巻くだけです。キワキワがやな、1ミリか単数で2巻きぐらいやったと思うね。パッと見他、ああ、ちょっとコーティングがうまくいって分からへんな。まあまあ、うん、キワキワぐらい、銀がしっかり見えてるぐらいで。ちょっと下のコーティングが柔らかい時があって巻きにくい時あんねんけど、まあテンションを加減しながら、巻けばうまくいくと思います。抜き糸を入れて終了ですね。そんなもんかな、前後。うん、うん、OK ですか？はい、じゃあリエちゃん見せてください。うん、切るか、こんな感じで見えるかな。アップアップアップ、ちょっと
カメラの操作が分かりません。え、こっちにやってんだけど、なんかな。あ、こうしたいんじゃ、ほら、はい、ああ、ちょっとカメラの使い方が分かりましたよ。こうだね、スマホ形式、はい、綺麗だと思います。いつものように隙間もなく、はい、テンションも安定して綺麗に巻けました、はい、OK です。じゃあリエちゃん、また次引き続き頑張りましょう。お疲れ様です。